では次に開発許可制度についてお話しいたしましょう開発許可制度は宅検試験では毎年必ず一問出題され宅検試験全体の中でも最重要の分野です開発許可制度は簡単に言いますと開発行為という行為を行う場合には都道府県知事の許可を受けなさいという制度ですここで問題となるのは どのような行為が開発行為なのかという点です私たちは例えば宅地の分譲があるとそれは開発行為ですねと考えますが都市計画法でいう開発行為と同じ意味なんでしょうかまずはそこを確認したいと思います都市計画法で開発行為というのは建築物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更を言います 土地の区画形質の変更というのは、宅地造成をイメージしていただくといいと思います。例えば、山林を宅地造成する。これが土地の区画形質の変更です。ただ、目的がありまして、建築物の建築をする目的、または特定工作物を建設する目的で宅地造成を行う場合が都市計画法の開発行為にあたります。 原則として都道府県知事の許可が必要である行為とということになりますおさらいいたしますと目的の一つ目は建築物の建築そのための宅地造成は開発行為目的の二つ目は特定工作物の建設でしたところでこの特定工作物というのは何なんでしょうか この特定工作物というのはここでは開発許可が必要になる一定の工作物のことを言いますが第1種特定工作物と第2種特定工作物の2種類があります第1種特定工作物というのは周辺地域の環境悪化をもたらす恐れのある工作物を言い例えばコンクリートプラントアスファルトプラントクラッシャープラントなどです 危険物貯蔵庫もこれに入ります。郊外に行きますと、コンクリートミキサー車や採石などの建設用資材を積んだトラックが出入りする施設をご覧になったことがあると思うんですが、いかがでしょうか。ガスタンクは市街地にもあります。危険物貯蔵庫ですね。このような特定工作物を建設するために宅地造成が行われる場合は、開発行為にあたりますので、その行為の前に、 都道府県知事の許可が必要になるということになります一方第二種特定工作物というのは何かと言いますと一つはゴルフコース面積は問いません1ヘクタール以上の野球場あるいは1ヘクタール以上の母園これらを第2種特定工作物と言いましてこれを建設するために宅地造成が行われる場合は 開発行為にあたります知事の許可が必要ということですこのような特定工作物の内容は必ず覚えておいてください原則としてこのように開発行為に該当すると知事の許可が必要になりますがいくつか例外がありますこの例外の部分も試験対策上とても重要な知識となります では、開発行為にあたる行為を行う場合にもかかわらず、知事の許可が不要となる例外についてお話ししましょう。主に5つあります。1つは、規模が小さな開発行為です。これは面積を覚えてください。まずは、市街化区域において、1000平方メートル未満の開発行為。この場合、許可は不要です。市街化調整区域における開発行為については、 その面積を問わず、原則として許可が必要です。それから区域区分が定められていない都市計画区域については3,000平方メートル未満の開発行為準都市計画区域についても3,000平方メートル未満の開発行為ともに許可は不要ですそして都市計画区域および準都市計画区域以外の土地の区域については 1>, 1万平方メートル未満の開発行為これらは小規模開発ということで開発許可はいらないということになっています続いて2つ目の例外は農林漁業用建築物と覚えておいてください農林漁業用建築物を建築するための開発行為はそれが市街化区域以外で行われる場合に限って許可は不要ですこの 農林漁業用建築物ですが農林漁業のように供する建築物と農林漁業を営む者の居住用建築物つまり農林漁業者の自宅の両方を含みます農林漁業との調和を図りつつ都市計画をするという趣旨になっていますそして3つ目の例外は公益的建築物のための開発行為です これにも開発許可は不要です。公益性からの例外ということになっています。これは具体例を覚えておく必要があります。駅舎、その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所などが公益的建築物とされます。4つ目の例外は、何々事業の施行として行う開発行為で、 これにも開発許可がいりません。例えば都市計画事業土地区画整理事業などですがそのような事業にはそもそも都道府県知事の認可などがされていますのでその事業に伴う開発行為には許可は不要です。5つ目の例外は非常災害のための応急措置として行うものです通常の管理行為や軽意な行為として行うもの これらははすす。べて許可は不要ですこれら5つの開発許可がいらない例外については過去の試験問題にも毎年のように出題されていまして試験対策としてとても重要な知識となっています必ず覚えておいてください開発許可の要否を検討して今行おうとしている行為に開発許可が必要であるということが分かりましたら 開発許可を受けなければいけませんそれが許可の手続きですこの開発許可の手続きも試験によく出る項目ですというわけでその手続きの流れをお話しいたしましょう最初に書面にて許可の申請をしますと一定の基準に従って審査されて許可を受けます許可を受けると宅地造成工事に入ります 宅地造成工事が開始されて工事が完了すると工事完了の広告がなされます開発行為としては一旦ここで終了するのですがもともと開発行為というのは建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行われましたですので工事完了の広告があった後に建築行為がある場合は建築行為が始まります そして建築行為が完了して全体として目的が達成されたということになります。ではまず許可申請の準備から入ります。許可申請書の作成にあたっては予定建築物等の用途を申請書に必ず記載します。開発行為で最終的にどんな建物を建てようかということですね。次に、 申請書に添付書類が必要となる場合があります一つは開発行為に関係がある公共施設がある場合です開発行為をすることによって例えば大量の上下水道の利用があるような場合は上下水道の事業者の管理者と協議をしてその同意を得て同意書を添付しなさいということになりますまた開発行為により公共施設が設置される場合があります 例えば開発行為によって道路が設置されるような場合でその公共施設を将来管理することとなるものと協議をしてその協議書を添付しなさいということになっていますさらに開発行為の許可の申請にあたっては開発行為をしようとする土地の所有権や賃借権などの土地の利用権を必ずしも取得しておく必要はありません。ですが 土地の取得や土地の利用について全く目ども立っていないということになりますとそもそもその開発行為に着手することができるかについても疑問符がつきますよねそのような場合は開発区域内の権利者の相当数の同意を得てその同意書を添付してくださいということになっていますこれは逆に言いますと 開発行為をしようとする土地の現在の権利者の中に多少の数の反対者がいたとしても、知事の開発許可は下りるということでもあります。後々その権利を取得すればよい、とりあえず開発行為にかかる事業はスタートできるということですね。さて、そのような形で許可申請をすることができたとしましょう。その許可申請に対しては一定の基準で審査されます。 その基準は都市計画法に示されていますが、宅建試験に出題される頻度は多くはありませんので、試験対策として次の点だけ押さえておいてください。開発許可の審査の基準には、大きく2つの基準があります。一つは、都市計画法33条の基準で、すべての開発行為が満たさなければならない基準です。例えば、予定建築物の用途が 建築基準法の用途の制限に適合していることですとか、廃線施設が適切に配置されていることなどです。大規模な商業モールなどを開発行為として開発しようとする場合などをイメージすると良いと思います。もう一つの基準は、都市計画法34条の基準で、市街化調整区域における開発行為の申請の際に、 満たさなければならない基準です。この三十四条の基準により市街化調整区域については三十三条のすべての基準に適合した後と三十四条の基準の一つに該当しなければ許可はされないということになります。この点を押さえておいてください。続いて申請に対する処分です。申請に対する処分については遅滞なく 文書で許可、不許可の処分がなされます。許可がされると、開発登録簿という帳簿が調整されて、それが公開されます。どこで誰がどのような開発行為を行うかということが記載されます。なお、用途地域が定められていない土地の区域の開発行為について許可する場合は、都道府県知事は、憲兵率や高さや壁面の位置、その他、 敷地構造設備に関する制限ができることになっていますまた不許可の処分があった場合には許可を申請した人は不服の申し立てをすることができます具体的には都道府県には開発審査会という組織がありますのでその開発審査会に審査請求をまたは裁判所に処分取り消しの訴えをすることができることになっています 無事に許可を受けますと開発行為にかかる土地の造成工事に着工する段階となります着工してこのまま滞りなく工事が完成すれば問題ないんですがその工事の途中で許可内容を変更しようとしたりあるいは開発許可に基づく地位を変更しようとする場合がありますこれについて検討しておきましょうまずは許可内容の変更からです 許可申請書に基づいて許可があったわけですが、その許可を受けた内容が変更される場合は、改めて変更の許可を受けなければならない場合があります。例えば、開発区域そのものの位置や規模を変更する場合、予定建築物の用途を変更する場合、これらはいわば重大な事項の変更になりますので、改めて知事の許可を受けることになります。一方で、 軽微な変更については、事後に変更の届出をしてもらえば良いとされています。予定建築物等の敷地の形状の変更、工事着手予定日、完了予定日などを変更する場合です。重要な変更は変更の許可、当然事前になります。軽微な変更については、変更の届出、事後で構わないということになります。 また開発行為が完了するまでに起きるかもしれないこととして開発許可を受けた人が亡くなったり開発許可を受けた法人が合併したりあるいは開発許可を受けて開発行為を進めていたところ途中で例えば購入した土地も含めて許可を受けたという地位を第三者に譲渡するようなケースがあります。 開発許可を受けた者がなくなって相続人が承継する場合や許可を受けた法人が合併して消滅し存続する法人が開発行為を承継する場合は一般承継と言いますこの一般承継の場合は開発許可を受けた地位は当然に承継されますので特別な手続きはいりません一方開発許可を受けた者から開発区域内の土地 その他工事を施行する権限を取得する場合、つまり譲り受ける場合は、この承継を特定承継と言います。この場合は知事の承認を受けて、開発許可を受けた地位を承継することになります。これが特定承継です。では、開発許可を受けたけれど、途中で開発行為を中止する場合はどうでしょうか。開発許可を受けたものが、 工事を廃止したときには、事後に届け出をしてくださいということになっています。さて、無事に宅地造成の工事が完了しました。工事が完了しますと、工事完了の届出をし、届け出を受けた都道府県知事は検査をして、検査に合格となると検査済証を交付し、工事完了の広告がなされます。 また開発行為によって公共施設が設置されるという場合は例えば道路が新規に設置されたとすると工事完了の広告を機に工事完了の広告の日の翌日以後その公共施設の管理は原則として市町村に移ります。そして公共施設の用地の所有権はその公共施設の管理者に帰属します。 では、都市計画法最後のテーマは建築制限になります。内容は大きく分けて2つで開発許可を受けた開発区域内の建築制限と市街化調整区域内の建築制限です。まず、開発許可を受けた開発区域内の建築制限からいきますと、これは開発許可を受けた開発区域内の建築制限ですから。 開発許可の流れの最後の部分ということになります開発区域内の建築制限の内容は工事完了の広告の前後で大きく異なります工事完了の広告がある前は宅地の造成中ですから工事の邪魔になる建築行為は原則禁止ですただし建築行為ができる例外が三つこれは必ず覚えていただくことになります 一つ目は、工事用の仮設建築物を建築する場合。二つ目は、知事が認めた場合。そして三つ目は、開発行為に不同意のものが建築する場合です。先ほど、開発行為に同意していない人が、開発区域内の土地や建物の権利者として存在することがあるということはお話しいたしましたが、その人たちが権利の行使として、 建築行為を行うことを止めることはできないということになります一方工事完了の広告があった後は予定建築物等以外は原則として建築することができません予定建築物を建築することが開発行為の目的であったからですただし例外的に予定建築物等以外でも建築できる場合が二つあります 一つ目は知事が許可をした場合二つ目は用途地域等が定められている場合で用途の制限に従う限り予定建築物等以外のものを建築することができることになります以上が開発許可を受けた開発区域内の建築制限ですでは続いて市街化調整区域内の建築制限について見ていきますここでのお話は 建築行行行為為ののみがああり開発行為にあたる宅地造成などの工事は行われていません建築物の建築をする場合にどのような制限が入るのかというお話になりますまず原則として建築物等の新築新設そして用途変更は禁止です市街化調整区域内は建築物等の新築等は禁止 これはしっかりと押さえておいてくださいただし例外として知事の許可なく建築等が可能となる場合があるんですこれも必ず覚えておいてください実はこの部分開発許可制度において市街化調整区域内でも知事の許可が不要な場合とほぼ重なるんです1つ目は農林漁業用建築物または農林漁業を営むものの 居住用建建築築物を建築する場合2つ目は駅舎図書館公民館などの公益的建築物を建築する場合3つ目は都市計画事業の施行として行う場合4つ目は非常災害のため必要な応急措置として行う場合通常の管理行為軽意な行為として行う場合ここまでは 市街化調整区域内で開発許可不要の場合と同じになります。これに加えまして5つ目は仮設建築物の新築をする場合6つ目は都市計画事業が施行された土地において行う建築の場合これら6つの場合は知事の許可なく建築ができるということになります。以上 都市計画法について重要なポイントをお話ししてまいりました法令上の制限の分野は他の分野にまして知識がとても大事な分野となりますお手持ちのテキストや CD 付属の小冊子でもう一度内容を確認していただき過去問題集で出題傾向に慣れて本試験の日を迎えてください今回はこれで終わります